戻ったか、ノア。敵の様子を見てきたわ。残った戦力を必死でかき集めてるみたい。そんなことしても無駄なのにね。それからペルシオールと紋章機は白き月へ向かうみたいよ。白き月、どういうことだ。紋章機の翼と関係があると思うわ。あの翼か。あれは一体何なのだ。リミッターを解除した姿。あれ？紋章機本来の姿と言っていいわね。多分エルシオールも同じだと思うわ。だとすると少々厄介なことになりそうだ。心配することないわ、お兄様。全部ノアに任せておいて。ノアにできないことはないわ。あの翼だってもう解析したもの。ノアの紋章機が負けるはずがないわ。それは心強いな。しかしあの5人にノアの紋章機を使いこなせるかも。ノアの紋章機は誰が乗っていても同じよ。人間が乗ってさえいれば。それはどういう。どっちにしてもノアたちの方が先に白き月についちゃえば関係ないわ。ああ、そうだな。しかし奴らの方が足は速い。足止めが必要だな。そのお役目、ぜひともこの私にお任せください。シェリー、エオニア様のため、あの紋章機を必ずや撃破してご覧に入れます。たとえこの命に代えましても。シェリー、お前は私の大切な部下だ。その気持ちはありがたいが、早まった真似だけはするな。あなた様のお役に立つことこそ私の望み、私の生きる意味そのものです。ご心配には及びません。今まで私がエオニア様の期待を裏切ったことがございましたか。私が広告から追放された時も、それ以降も、私の忠実な部下でいてくれた。今後もそうあり続けてくれることを期待している。奴らを打ち倒し、そして必ず戻ってこい。ありがたき幸せ。そのお言葉は私にとって何よりの力となりましょう。どうか筆報をお待ちください。ヘルハウンズ隊をお借りいたします。では。おかしいね、言葉が力になるの。あの人どこかにバグでもあるの。なるほど。白き月と紋章機、そしてエルシオールにはそんな秘密があったのか。確かに通信では話せん内容じゃな。データを見せてもらった今でも正直言ってまだ信じられんよ。
王国にロストテクノロジーの恩恵を与え、人々の敬意を集める白き月が、まさか兵器工場かもしれんとはのう。ところでルフト准将、艦隊の再編はどうなっていますか？あまり良いとは言えんな。破損した船の修理にも、周辺の兵力の集結にも、まだまだ時間がかかりそうじゃ。どちらにしてもエオニア軍と一戦交えるにはあまりにも力不足じゃよ。お前とエルシオールにはまた面倒な仕事を頼まねばならんようじゃな。まともに動けるのがエルシオールだけである以上、我々がやるべきことは決まっています。しばらく見ぬ間に成長したの。やはりお前たちにエルシオールを任せたのは間違っていなかった。ただ問題は船の修理と物資調達です。今後もエオニア軍との交戦があるでしょうから、どこかで何とかしたいところなんですが。しかしファーゴも惑星ドームもこのありさまじゃからな。そうじゃ、あそこならあるいは。惑星ブラマンシュじゃ。そう、かのブラマンシュ財閥の本拠地じゃよ。惑星ブラマンシュはちょうどここからトランスバール本線へ向かう途中にある。あそこなら補給地としてうってつけじゃろう。確かにブラマンシュ商会から補給を受けた前例もあります。今回も引き受けてもらえる可能性は高いですね。わかった、俺はブリッジに戻る。失礼します、ルフト准将。時にタクトよ、こちらで何か妙なことは起きておらんか？先ほど複数の兵から報告があったが、軍の施設や艦艇に侵入した者がいるらしい。それが妙な話でな、侵入者は金髪の少女だったという。辺りを物珍しげに眺めておったそうでな。兵士がそれに気づいて尋問しようとしたところ、煙のように消えてしまったのだそうだ。どうしたタクト？その少女がもしエオニア軍のスパイだとしたら厄介じゃな。マイヤーズ司令、大変です。黒き月が動き出しました。惑星ロームの重力圏から離脱していきます。いかんな、エオニアに先手を打たれたかもしれんぞ。どうやら出発は早まりそうじゃな。わしも急いで自分の船に戻るとしよう。頼んだぞタクト。こちらも兵力が整ったらすぐに後を追う。本勢でまた会おう。はい、惑星ブラマンシュの軌道ステーションにて補給と修理に応じてもらえるそうです。
管制室から連絡です。最後の補給物資を積んだ宇宙船が今到着したそうです。船の修理もブラマンシュ財閥の方に手伝ってもらってますから、間もなく終わります。力を貸してもらえて本当に助かりましたね。向こうはあの図体だ。移動には時間がかかる。多少リスクはあるが、長距離のクロノドライブ航行を繰り返せばきっと追い抜けるだろう。マイヤーズ司令、ダルノー・ブラマンシュ氏から司令宛に通信が入っています。あなたが司令官ですかな。お初にお目にかかる。ダルノー・ブラマンシュと申します。うちの娘がお世話になっています。それと私のことはダルノーと呼んでくださって結構。いや、当然のことをしたまでです。我がブラマンシュグループは総力を挙げてあなた方を支援します。我々もエオニアの反乱によって大変な損害を被っておりますからな。どれほどの資産が失われたか想像もつかん。これ以上あのような連中をのさばらせていたら、公国の経済は破綻してしまう。そうなればブラマンシュも共倒れです。あなた方には何としても早急にクーデターを鎮圧していただきたい。頼みましたぞ。結構。時にミントはどうしていますかな。ええ、久しぶりに故郷へ戻ってきたのだから連絡の一つもよこせばよいもの。なるほど、確かに私は娘に嫌われているようですからな。率直だな君は。この私に対してこうもはっきりという人間は久しぶりだ。別に怒っているわけではないから安心したまえ。なるほど、確かに興味深いな。なかなかどうして歯応えがありそうだ。ではこちらの話です。ミントには連絡するようにと伝えてください。それでは失礼。ロッド疲れたって顔してやがるな。今のうちに少し休んでおいたらどうだ。補給が終了しました。これより本艦は惑星ブラマンシュを出航します。マイヤーズ司令、至急ブリッジにお戻りください。エルシオール、惑星ブラマンシュの重力圏を離脱しました。まもなくクロノドライブに移行します。
申し叩くと、何か気になることでもあるのか。気を抜くなよ。エルシオールが白き月に向かっていることは、エオニアも当然察知しているはずだ。こちらの取る最短ルートも読まれてるに違いない。今度のドライブアウト直後に惑星フリードの近くを通過するが、そのあたりがヤバそうだな。覚悟ね。死ぬ気なんてかけらもないくせに。お前と意見が合うなんて珍しいな。エルシオール、クロノドライブ開始5秒前。4、3、2、1。クロノスペースに突入しました。艦内各部異常なし。ドライブアウト予定時刻は明朝0800。さてと、それじゃあ最後の褒め休めといくか。先に休ませてもらうぜ、アクト。何かあったんですか？その人が何か愛想つかされるようなことをしたとか。聞いてみたらどうですか？ただ悩んでいるよりもよっぽど建設的だと思いますけど。ブリッジのことならご心配なく。ドライブ中は私たちだけでも大丈夫ですから。じゃない、どうしたの？あれ、部屋にいないの？さっき一緒に帰ってきたばかりなんだけど。なに、喧嘩でもしたわけ？まさか無理やりなんかしようとしたんじゃないでしょうね。あんたにそんなことする度胸なんてないし。案外何もしないからだったりして。別に。じゃあ私はこれで。私があんたとミルフィーの痴話喧嘩に世話焼かなきゃなんないのよ。あら、違ったの？しょうがないわね。それじゃあ、そうね、1時間後にティーラウンジで待ってて。あの、タクトさん。さっきはすみませんでした。聞こえないふりをして逃げたりして。はい、私自分なりにいろいろ考えたんです。ランファからも話を聞いて、それでやっぱり自分の口からタクトさんに説明しなきゃいけないと思って。私しばらくタクトさんに会わない方がいいと思うんです。
え、タクトさんは全然悪くありません。悪いのは私なんです。私といると普通じゃ起きないようなことがよく起きることはご存知ですよね。私の運にタクトさんを巻き込みたくないんです。ご迷惑をかけたくないんです。だからなるべく離れてた方がいいと。今まではまだ良かったんです。でもこの先どうなるかは。戦いがますます激しくなってきて、エルシオールの中も安全じゃなくなってます。昨日だって開くはずのない公園のエアロックが勝手に開いたでしょ。あんなことがまた起こらないとも。でも今まで笑い話で済んでたからってこれから先もそうだとは限らないじゃないですか。私といることでタクトさんの命に関わるような危険な事故が起きちゃうかも。ごめんなさい。本当にごめんなさい。さよなら、タクトさん。うまくいかなかったみたいね。ミルフィーがあんなこと考えてたなんてね。付き合い長いけど、ちょっと意外だったわ。あんた、ミルフィーのせいでろくでもないことに巻き込まれて、ムカつくとか、どっか行けって思ったことないの？友情だけじゃそうはいかないと思ってね。やっぱ愛の力は偉大よね。何今さら照れてんのよ。当たり前じゃない。あの子のせいで今まで私がどんな目に遭わされてきたと思ってるの。決まってるでしょ。ムカつくことはあっても友達だからよ。まあ私にできることはここまで。あとはあんたとミルフィーの間の問題よ。もう遅いから続きは明日にしたら。その方があの子もあんたも少しは冷静になるでしょ。Thank you.